今回は PS2 ドラゴンボールスパーキングイフ世界新天下一武道会編の会話勝利敗北シーンを紹介していきます。あの世とこの世、時空すらも超越した熱きスーパーバトルが今静かに幕を開ける。ペンさん、どうした？チャウス。ペンさん、今日は僕本気で行くよ。それは俺の望むところだ。かかってこい、チャウス。よーい、始め。子供だからって舐めてっと怪我すっぞ、クリリン。そうだな。よし、かかってこい、悟空。ほら、負けねえぞ。よーい、始め。いくら悟空でも子供の姿じゃな。まあ、18号に時々鍛えてもらってるおかげもあるんだろうけど。まいった。子供相手だからって油断しちゃったかな。負けたって言ったら18号怒るだろうな。ほほほ。誰かと思えば裏切り者の小僧か。ちょうどいい。ウォーミングアップ代わりに殺してやるとするか。僕だって修行してるんだ。もうお前になんか負けないぞ。ふん、お先を言って貴様ごとき10秒で殺してやるぞ。はじめ。所詮こんなものか。さて、裏切り者には死あるのみだ。なーに、ちょっとの間苦しいだけさ。ガキに、お願いだ、許してくれ。頼む。おお、裏切り者の天津飯か。お久しぶりです、タオパイパイ様。死ぬ覚悟はできているだろうな。あなたでは今の俺には勝てない。なんだと、この青二歳が。貴様ごとき10秒で殺してやるぞ。
よーい、はじめ。所詮こんなものか。さて、裏切り者には死あるのみだ。なーに、ちょっとの間苦しいだけさ。バカな、あんなガキに。お願いだ、許してくれ。おお、クリリンか。お前と勝負するのは久しぶりじゃの。あれ、無天老師様と俺が勝負したことってなかったよな。ありじゃ。まだお前や悟空が子供の頃はよく稽古をつけてやったじゃろう。ああ、そのことですか。てっきり俺、無天老師様がボケちゃったのかと思いましたよ。横道にそれるのはこれぐらいにして勝負じゃ、クリリン。はい、本気でいきますよ。よーい、始め。まだまだじゃのう、クリリンよ。お前さん、神さんや娘にかまけすぎて修行を怠っておったのじゃろ。神さんたちはわしが面倒を見ておくから、お前さんはしばらく一人で修行でもしてくるんじゃな。なんもせんからな。お前さんもやるようになったのう、クリリン。どれへ、悟空や。久しぶりに稽古でもつけてやろう。遠慮しないでかかってくるがよい。そんなに張り切らんでもいい。なんでだ、じっちゃん。それはじゃな、久しぶりのカムバックじゃし。シャレのわからんやつめ。よーい、はじめ。若者めが、もうちょっと老人をいたわらんかい。おー、いたたたた。大丈夫か、じっちゃん。ほら、嬉しくってつい力が減っちまって。まあ、ええわい。わしとて実力を隠していたわけじゃしな。ほんとか。じゃあ次は思い切りやってもいいか。え、伊達ではないわい。わし、まだまだ現役でいけるかも。そん
じゃじっちゃん、次は思いっきりやってもええか。へい、やっぱり引退しよう。貴様、す、そ、孫悟空、す、あれ、おめえ確かオラが懲らしめたタオパイパイっちゅう悪いやつじゃねえか。ぐーん、またしてもわしの前に立ちはだかるか。今度こそ息の根を止めてやる。なんだ、まだ懲りてねえか。しょうがねえやつだな、おめえ。この子に暮らしガキンチョめ、殺してやる。今度こそ殺してやる。よーい、はじめ。ほんだ、オラの反撃か。化け物め、し、来るんじゃない。ほら、化け物じゃねえぞ、孫悟空だ。すみません、孫悟空さん、もう悪さしませんから許してください。今度こそこの手榴弾で。本当か、また爆弾投げて逃げんじゃねえだろうな。え、バレてる。腹が減って力が出ねえや。やった、ついにやったぞ。ざまにやがれ、クソガキが。あのよ、ほら腹減っちまったから早く終わらして飯食いてんだけど、思いきしやってもいいか。なんですと。やばいじゃん、逃げなきゃ。ん、お前は、孫。あれ、おめえ確かオラが懲らしめたピッコロじゃねえか。なんだこの憎たらしさは。初代ピッコロの父の怨念か。相変わらず顔が真っ青だな、おめえ。ちゃんと飯食ってんのか。これはもともとだ。殴りたくなってきた。よーい、はじめ。手加減してやるつもりが隙をつかれた。オラには分かってっぞ。おめえ全然本気じゃなかったろ。本気でやってたぜ、昔のピッコロの実力でな。そうかな。まあいっか、また戦おうぜピッコロ。ち、相変わらず軽いやつだ。全然かなわねえや。当たり前だ。
でもよ、悪い感じがしね。今のおめえはいいやつだな。おらには分かっぞ。ふん、昔からこいつはむずがゆいやつだ。